これを今すぐやめないと嫌われますはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい突然ですけどあなたに質問ですあなたには嫌いな人がいますか苦手な人がいますか まあいると思うんですよねも,うもちろん僕にも嫌いな人とか苦手な人できれば会いたくないなって思う人。 えーっと 5, 6人いま,す 5, 6人いますでもちろんね嫌いな人もおれば好きな人もいると思うんですでその好き嫌いっていうのは人それぞれ違うと思うんですよ僕この人嫌いやなと思っててももしかしたらあなたからみたいな好きな人かもしれない僕この人大好きと思っててもあなたにとっては嫌いな人かもしれない人それぞれ好き嫌いは違うんですカレーライスですら嫌われることがあるということなんですけれども今日は 一見好かれそうに見えてみんなと仲良くしてそうに見えて実は嫌われてしまう行動というのがあるんです、えー、いろんな本にはそれをやりなさいよそれをやったら第一印象が上がりますよ好印象を持たれますよと言うてるのにでそれをやってしまったら嫌われてしまうというある行動があります、えー、以前の僕もそれをずーっとやってましたずーっとやってましたもしかしたらあなたもやってるかもしれない 今日はそれを解説します。えー、このチャンネルでは何なのね。えー、っと今回のようにあなたがあなたらしく生きる相手の人を尊重しながら自分の本音を尊重できるような方法ライフスキルを紹介しています、えー。興味があれば、えー、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。そして。 今日の動画を最後まで見ていただけたら、えー、何をやったら人から嫌われるんだろうということを分かることができて普段からどうしたらいいんだろうって気をつけるポイントも分かります、えー、人間関係が良好になって、えー、嫌われずに、えー、いい関係を結べるようになりますので、えー、最後まで聞いていただけたら嬉しいです、はいえー、こんな感じでいきましょう,、えー、もう早速言いましょう早速ね、えーいっ 見好かれそうに見えてこれやったらええやんって思われることやけどこれをやり続けると嫌われてしまうことそれは何でしょうかそれは相手の話を聞きすぎることはい聞きすぎること何でも受け入れてしまうことですどうですか え相手が話している時に「うん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 」ってずっとうなずいて「なるほど確かに私もそう思う」って共感したり同感したり同調したりするこのようなことありませんか うん、以前の僕はもうそうやったんですよ。周りが言ってること、あ、それ面白そう、それやってみようって、ずっとうなずいて、自分の意見は何も言わない、自分の考え、自分の気持ちは何も言わず、相手が言ってることを全部は僕は受け入れるんだよっていう姿勢ですよ。そんな感じで僕は過ごしてました。でね、もちろんそういう姿勢でやると、まあ、一見、最初はね、ファーストコンタクトめちゃめちゃいいんですよ。あいついいやつやなとか、いい人やなとか言われたり、思われたりするんです。でもね ずっとそれを続けてったらどんどん人離れていくんですよ。相手がね、な、え、ん、ー、やろ何をしたいって聞いてくるんですよね。その時にいや何でもいいよ、何好きなことやってっていうふうに答えたりとか、えー、相手が本当に困ってる時にどう思うって相談されてうーんって言う。 で自分のアアイディアととかか考ええてるることを何も伝えられなかったりするそうなるとねやっぱ周りの人友達っていうのはえ「こいつ一体何を考えてんねんどんな気持ちなんて普段いいねいいね」とか笑顔で明るくいるけれども裏では何考えてるかわからん本音がわからへん。 っってていいうななな存在になって相手も、ね、安らげないんです居心地が良くならないんですよね。そうするとこっちも何て言うか人扱いされなくなるなめられるし何言ってもいい存在だと思われてそして嫌われていって人が離れていくんですよ。もう昔の僕はそうでした。はい、なんでやねんってこんだけいつも明るく元気よくポジティブでいるのになんでみんな離れていくねんって。 うん、だから1対1で何かを話すっていうのがめちゃくちゃ苦手だったんですよ。もう25ぐらいまで2人でランチに行くっていうことができなかったんです。はい、だってランチに行ってなんか1時間ぐらいおるとなんか。 浅いい会会話話だけじゃななくて深い会話になるでしょそうなった時に僕は何を話したらいいか分からへんし相手が話相談された時してきた時にどう答えたらいいか分からないってことで2人でご飯食べに行くことできなかったんですよ。で大勢でワイワイなんか一気一気乾杯みたいななんかそういう宴会乗りみたいなそんなんは好きやったんですけど深い乗り っていうか深いい話をするとうのはできなかっただからいろんな人と浅い関係でしかあの気づくことできなくて深くつながることはできなかったんですよね。はい、これどうですか皆さんやってしまってませんかもうどんなことでも「なるほど」とか「確かに」とか「私もそう思う」とかね全部こう受け入れてしまう。で自分の考えとか気持ちを全然言わない。はい、これね、あのー、やってしまうと、えー、もしかしたら。 ちゃんんとと関係を結べずに嫌われれてししままうことがあるかもしれませんじゃあどうしたらいいのかそれがこれですマックス君の、ね、この帽子に挟んでるやつですね自分の考えや気持ちを言うってことなんですよ自己開示をするということです、えー、これ心理学で言うと自己開示の法則ってあるんです、えー、それっていうのは人間っていうのはどれだけ自分が 開開示示ししたかによっっててて相手も開示してくれるっていうだ自分がここまで開示したら相手もそれに合わせて同じレベルで返してくれるっていうんですね。でこれ自己開示のレベルっていうのがあって、まあ、4つのレベルがあると。 で、まず一つは自分の趣味とか好きなことですね。僕、週末は何やろね、カフェでリラックスするのが好きとかね、温泉が楽しいよねとか、ハマってることはこのライブ配信とか、えー、これで言った YouTube ですね、これハマってんねんとか、自分の好きなこととか、今、えー、の趣味とか、えー、なんか好きなドラマとか、こんなん話すっていうのがレベル1ですね。 うん、レベル1。これ話しやすいですね。で、レベル2は、えー、困難な経験です。昔あった、えー、失敗であったり、トラブルであったり、問題っていうのをシェアする。まあ、僕で言うたら、なんやろね、小学6年生までおねしょしていたとかね、えー、小学6年生の時小学校、まあ、中学2年生ぐらいまでかな、嫌われていて、居場所がなかっていじめられていたとか。 ねまあ、あのバスケットボール部入ってたけどどんだけ練習してもレギュラーになれなかったとかねそういう困難な経験をシェアするということです。でレベル3っていうのは、まあ、ちょっとした欠点や弱点レベル2よりももう少し重い自分の弱点ですよね。うんまあ、僕で言ったら、まあ、僕はねやっぱこうコーチという仕事をしてるんですけど人の話を聞くっていうのは、まあ、技術的にはね できるしタイミングそういう、ね、シチュエーションであったらやるんですけれども根本的には話をする方が好きなんですよね、はいうん、だから話を聞くよりも話を聞く聞くことができないっていうのはコーチからしたらもしかしたら弱点かもしれないじゃないですかそれをこうシェアしているってことなんですよねでレベル4っていうのはもう本当の悩みです本当の悩みでやっ まあコンプレックスですね誰にもシェアしたくない隠しておきたいようなコンプレックス、まあ、僕は結構言ってるんですけどね、まあ、あのサラリーマンの時に、まあ、うつ病になって仕事がまあできなくなった、まあ、仕事職場には行くんだけれども、まあ、ずっと道の駅でぼーっとして結局仕事をほとんどできていなかったっていう話とか、まあ、起業してやりたいことを仕事にするんだと思って頑張ってたけど、まあ、従業員が半分以上辞めてしまったことがあったとかね まあこういうい本当の悩みであったりコンプレックスっていうのをシェアするということなんです。でこのレベルが1から4まであるんですけど自分がレベル1趣味とか好きなことを話してたら相手も自分の好き趣味とか好きなことを話してくれると。で相手がえ何やろ相手がじゃなくて自分が自分の弱みとか欠点レベル3レベルのことをえ開示していくと相手も自己開示をしてくれる自分の悩みとか欠点を話してくれるということなんです。だから自分がレベル1しか話さなかったら相手もずっとレベル1 なんですよ昔の僕はそうだったんですよ、えー。こんなドラマがあった、こんな場所があった、こんなとこ楽しかったよね、こんな映画良かったよねっていうふわーっとした浅いレベルの雑談、うん、もうそこだけなんですよ。そこだけで一方深いところを相手に話してきたらそれをちゃんと受け入れられなかったり自分のことは何も話さなかったりしてたんですね。だからずっとレベル1のコミュニケーションだったんですよ。ね、だからオカッチがレベル1だから相手もレベル1なんですよ。だからレベル2、レベル3、レベル4っていうふうに関係が深まっていかないんですよ。 はい、だから本当に大事なこと関係を築く上で大事なことっていうのはちょっとずつ自己開示をしていくということなんです、はい、自分をオープンにする自分の考えとか気持ちとか本当に思ってること本当の気持ちっていうのを出していくやりたくないことをやりたくない相手と違う考えなんやったら。 それれが違ううとといいここを表現するこれレベル3ぐらいですよは、ね、一方的に否定したり一方的に非難したりお前の意見間違ってるって言うんじゃなくて確かにこういう意見は賛成だけれども僕は違った意見を持っているんだと一意見としてはこうなんだっていうふうに主張していったらいいと思うんですよね。そうやってなんちょっと相手と違う意見を話してみたりとかあできないことはできない NO を言うとかねこういうことがレベル3レベル4とかになってくると思うんですけどこういうことをやっていかないと何でもいいよ何でもいいですよってやってしまうともうずっと ずっとレベル1の関係です誰とも深く,深く関係を築けない、まあ、全ての人とレベル4のコミュニケーションをする必要はないと思うんですでもこの人とは関係築きたいっていうのがあるじゃないですか、まあ、人例えば何やろうね、まあ、結婚したパートナーでもそうやし、まあ、彼女でもそうだかもしれへんし何やろう あとは、まあ、一つのチームとして活動してるチームとしてやったら一つの目標に向かって頑張ってる仲間でやったらずっと浅いレベルやったらねやっぱりこうちゃんとしたコミュニケーションできないんでちょっとずつ自己開示していくことが大事ですよね。はい、ということなんです。 はい、今日は、えー、一見好かれそうに見えて実は嫌われてしししままう行動を解説しました、えー、それっていうのは何でも受け入れてしまう何でも聞いてしまう,もう聞くことしかいなしないもうなるほど確かに私もそう思う、うん、分かります分かりますっていう感じで自分の考えとか気持ちを全く開示しようとしないしたとしてもレベル1レベル ここんな楽ししいことがありましたレベルでレベル2レベル3レベル4にしないってことですね、はい。じゃあどうやったら関係を築いていけるのかというとちょっとずつ自己開示をしていくということです。 はいということで、えー、ちょっとでも参考になった、勉強になった、おかっちがんばれ、マックスくんがんばれという方は、えー、高評価ボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。励みになります。であのコメントしてくれたらあの全部見てますので、えー、こんなことを動画で話してほしいとか、えー、ここようわからんかったわって、これ一発撮りなんでね、ちょっとね、言葉がめちゃくちゃになることがまあまあ多々あるんですけれども、なんか質問あったり、疑問点があったり、えー、感想があればコメントしていただけたら全部見て、基本的にはすべて、あの 返信させていただいてますので、えー、お気軽にコメントしてくださいお勝ちファイトってコメントしてくれるのでも嬉しいですで、このチャンネルではね、今回のように周りの人を尊重しながら自分の本音を表現する考え方であったり生き方っていうのを紹介しています、えー、興味がある方は、えー、最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら嬉しいですあと えー、概要欄に貼り付けてるんですけど本音できるための具体的な技術であったり、えー、っとその本音できる完全版を解説した動画っていうのを概要欄に貼り付けてます、えー、興味がある方はそちらからご覧くださいはいということで The End それではワンダフルな一日をお過ごしください See you! バイバイ